どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエストヒーローズ闇竜と世界中の城初見実況をプレイ始めていきたいと思います。さあではね、前回マーニャが仲間になりました。でもね、ちょっとマーニャのレベルが31なんだよねって、やっぱ思うと僕レベルめちゃくちゃ低いと思うんですよ。なのでちょっとストーリーまず進めずに、いろいろね、レベル上げのやり方調べたんだけど、そこのエルサーゼ城の戦いじゃなくてエルサーゼの戦い上級っていうのが一番いいらしいんだけど、まだ出てないので、そうだね、ちょっとまずストーリー進めずに、こういうなんかちょっと運命の間とか審判の間とかね、ここら辺ちょっと攻略していこうかなと思います。ちょっとこれから行こうか。はい、これ何なんだろうね。敵が出てきて戦えるのかな、ちょっとまだよく分かってないからあれなんだけど、なるほどね、そういうことか。はあ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 、オッケーオッケー、これあれか、あ、そういうこと、ボス戦をもう一回やれますよってことだったら、やべ、このパターンじゃない方がいいのかもしんないな。よいしょ、なんとかの間とかさ、やんなくていい、もしかして。よいしょ、まあ一応ちょっといろんなこういうのやっていこうか。では落ち着いて深呼吸しましょう。せーの、もう一回やれる感じね、そういうことね。で、なるほど、よいしょよいしょ、頑張ってやってんだけど、あー、なるほど、雑魚敵とかがやっぱ現れるところのがいいよな。これちょっと弱いか。よいしょ、まあでもこういうのも動画にしててもありだよね。よいしょ、ノリ族長たちも、そういうことか。一度やったボス戦のなんかもう一回挑戦できる的な感じなのか。背中からと、特になんかな、あんま強くない、もしかして。そっかそっか、じゃあ普通にストーリー進めてった方がいいとかいいのかな、どうなんだろうな。結構経験値もらえたりするのかな。オッケーオッケー、で興味なくしてくるよね。よし、12のサンガリア、うわー、すごいすごい、ブリザードランス、あ、ダイヤモンドダスト、お前金をくれと。OK、でまたどうせここに出してくるでしょう。仲間の数を増やすイベントとかもやってもいいかもね、もしかしたら。いって !1、2、なんかすごい、オッケー、来た、なるほどね、ちょっとレベル上げしたいんだけどな。レベル30くらいまで上げて次のあのストーリーにやっていきたいんだけど、なかなかね難しくて。で、当たってない、当たってない、当たってるね、めっちゃ当たる、すごいすごいダメージ、痛い、 OK、 お、すごい、何その攻撃、よいしょ、うわ42、危ね、あと半分、そっちも来るんだ。
氷結斬り、やばい。回復でベホイムもちょっとね、あの弱くなっちゃったよね。なんか回復量が間に合わなくなってきたから。でもこの海底神殿をクリアしないと次のホイミストーンの解放ができないから、氷結斬り、氷結斬り、オッケー。この辺の雑魚敵倒すのもありなんだけどね。あのメタル系をね、あのしっかり変えれれば、あの楽なんだけど、もうそれがなかなか難しくてね。1、2のサンガリア、レベルがなかなか上がんないんだよね。チェ、氷結斬り、氷結斬り、オッケー、ナイス、ナイス会心の一撃。くそ、止まれよ。よし、まずい、死んじゃう死んじゃう。うわあ、どれくらいレベル上がるんだろうなこれ。おりゃ、なんか誰かレベル上げのやり方わかる人いないかな。ここのさ、ちょうどいいくらいのレベル上げ場所というかないかな。メイヤのこのギガスラッシュめちゃくちゃかっこいいんだよね。ナイス、いいダメージ、氷結斬り強い。ダメか、氷結斬り強えんだよな。ナイス、ありがとう。よいしょ、他、あーゼシカね、セクシービームじゃない。この疾風陣雷がむちゃくちゃ強いんだよね。うわー、強いねー、いって、うらー、次よ疾風陣雷、もう終わるぜ。オッケー、どう、どれくらい経験値入るかな。そんなに入んなかったらどう、全然あんまりか。宝箱が出現した、宝箱、あ、こうやって宝もらえんだ、へえ。はい、何がもらえるんだ、お金、漬物石、ゴールドはすげえもらえた。経験値はちょっと渋いな、経験値はちょっと渋いかもな。そっかそっか、どこがいいんだろう。なんかやっぱ裏でやった方がいいのかな。でもな、30な、主人公のレベル30くらいにまでしたいからな。やっぱちょっと裏でやるかこれも。あー、大変なんだよな大変なんだよね。あまり変わってないもんな正直。そっかそっか、もう一個じゃあ行くか。なんかさ、まだ変わってないか、もうちょっと見てみるか。ここ審判の間はもう OK。 へえ、
これやったんだよね。審判の、ま、黒木万人。はあ、太陽の間。あー、そっか。おお。あ、これはいいかもな。これとか強敵に違うんだよな。とかアラバトールの戦い、ここら辺解放されてんのに、ほらここら辺解放されてんだけどね。モンスター確認。あー、なんかはぐれメタルとかいたらいいんだけどさ、いないよね。試練の祠、光の塔の戦い。おー、これとかやってみる。これいいんじゃない、中級。これいこうか、これいこう。あ、回復。まあでも戦いだからね、あのリレミトしちゃえばいいだけだから、ちょっとレベル上げというか、なんかどこがね最適なところなのかっていうのも今回ねちょっと調べていけながらないいかなと思ってるんで。し、待って、俺か、俺一人か、ん、一人か俺。ほう、一人。まあいいか、三つ絵だけでもレベル30とかにしとくのも全然ありかな。いや、どうせなら全員に経験値上げたいんだけど。そっか、試練の祠って俺一人か。あ、違うわ。オッケーオッケー、でかいでかい。まあ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 。よいしょ。はい。よいしょ、オッケー、次。爆弾いいわ。よいしょ。はいはいはい。よいしょ。次の動画、あの、あれにするか。魔物のコインを最大まで高めれるクエストとか、ちょっと調べてやってみようか。よいしょ。これ何か守りながらとかじゃないもんね。ただひたすら経験値を稼いでいくだけの作業。よいしょ。まあ、三つ27くらいまで上げたいなぁ。せぇ。ビアンカとかレベル30とかならんかなぁ。ちょっとここら辺弱いなぁ。キアリーとか誰か持ってないの？ダイヤモンドダスト！強いよ。ケツ切り。ほらほら。お、2万ゴールド。はい、強い。なんか他のさ、もっと手応えのある敵来ねえのかい。ちょっと行ってみるか、内側。おー、来たー。お前らよ、お前ら。いいね。そう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 、いいよ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 。あれまだか、あれ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 、いてー。よし、ここレベル上げ最適か、もしかして。ここら辺でちょっとね、レベルを上げていくっていう感じ。この動画はちょっと、このあと15分くらいここでずっと借りまくろうか。まあ、雑談しながらね。いいんじゃない？ 900 くらい与えても全然ダメなんだ。すごいな、逆に。氷結切り。嘘！マジ？頑張って。強くないか、いてー。うわー、氷結切り。うっそ、やばい。すげえ、なんかここバトルレックスむちゃくちゃいるんだけど、むっちゃ強い。え、全然やれてなくない？こいつらむっちゃ強い。何これ、こんな強い。
て。え、こんな強い？まだやれないの？ちょっとナリフを使おう。オッケー、疾風陣雷。ナイスセクシービーム。ナイスうっとりさん。よいしょ。どうよ、疾風陣雷がめっちゃ強いんだよな。いって、おっやれたか。いい感じいい感じ。おっ経験自動。うわ、ミリ？こんだけやってミリしかもらえないの？全然ダメじゃん。うわ、おたけびやばい。嘘でしょ。なんかコスパ悪いな。だってこんだけ、嘘嘘嘘。バスルダンス。あ、それ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 。はい、ナイス。強いね。ナイス、総流打ち。コスパ悪いな、マジで。こっち行こうか。ここら辺のやつら倒した方が絶対いいよね。来いよ来いよ、これ来いよ。おーい、待たんて。覚悟するのね。かっこいい。どう、まだでもやれないんだもんね。あー、セクシービームは打てるんだ。でも攻撃力はあんまりないのかな。よいしょ、よいしょ。うわ、12の見て。お、やれた、ナイス。なんかね、ちょっとあんまり手応えがないというか。どうなんだろうね、これ。次んとこ行ってみるか。ちょっと期待値がなさすぎるな。ヘルバトラーとか、ヘルバトラーも強いんだよ。お、どうですか？なんかキラキラしてるけど大丈夫あれ。何あのキラキラしてんの。メタルスレブだ！早さぎりして。全然当たら、全然当たら、全然当たら。オッケー、やったぜ。ナイスナイス。ワクワクしてきたぜ。ここ、こういう、あ、キラキラしてるのはメタルスライムなんだ。あんまり強いモンスターはいなさそうだな。なるほどね。いないね、キラキラしてるモンスター。キラモン。キラモンいないね。これバトルレックスしかいない、これもしかして。よいしょ。残像をまとった。なんでめっちゃこれ会心出るのに、さっきのキラ、メタルキン、メタルスライムの時は、全然、まとって、てか、会心出なかったんだ。行くぜ。かっこいい。
このシーンサムネでもいいな。うわあ、マダンってのが強いな。でも悪いけどあ、ヤブサギリ残像まとって、そして強いね。それさ、たまにさ、ゼシカ魔法カンタみたいなの貼ってんだよね。何なんだろうね。お、ナイス。でよいしょ。あんまか、あんまだな、マジでコスパ悪いな。こうやってちょっとやってった方がめっちゃ強いな。よいしょ、強い。ビアンカたまに強いんだよな。ああ、ためてためてためて、ドカーン。はあ、はあはあ、レベルがな、なかなかだな、マジで。そっちなんだ。ごめんなさい。宅配来てた、宅配来てた全くさ、カット入れずに使うんで、多分僕の名前とか聞こえてないよね。大丈夫だよね。これ打ってくだけ。おお、コスパいいね。よいしょー、ドカーン。ラリホー、ナイスラリホー。MP 足りない、使っちゃいますか。これでじゃあ終わるか。これストーリー進めた方がいいかもな。ごっ、強っ、イエーイ。ということでじゃあリレミとしますか。って感じでした。ちょっとあんまりコスパがいいというわけではなかったね。あれだな。どこでみんなレベル上げしてんのこれきつくね。10分くらいやったけど、1レベルも上がんないんだもんね。じゃあ本当にあそこのエルサーゼだっけの戦い解放されるまでマジでレベル上げできないのかな。ちょっと調べてみるか、いろいろ。結構もらえてんだよな。よし、じゃあ次、ちょっと一回いろいろ調べます。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。